どうも文人です。今回はこの私が育てているこの香港カポックという観葉植物ですけど、見てください。なんか幹がだいぶ育ったんですけど、だらしない感じにだれちゃってるんで、これを矯正してビンビンに立たせまくります。ではやっていきましょう。この支柱を使って矯正します。刺します、ぶっ刺します、うりゃぶっ刺します。はあ、もう一本いっちゃうよ。刺します、よいしょ。じゃあこれに向かってちょっと矯正していく感じでね、このロープでワイヤーを使って、タイツイストタイを使って、ツイストタイ、よいしょ。はい、さあグイ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 いっちゃうよ。葉っぱがなんかこう変な感じになっちゃう。あ、なんでうまいこと葉っぱをこうやって、そしてこのところで、よいしょ、ちょっとあれだね、幹じゃなくてこっちの棒のところでクイクイってやった方がいいね。幹が傷ついちゃうと困るから、よいしょ。あんまりいきなり強引にやると折れる可能性が高いんで、ちょっとずつやっていく感じかな。そしてこっち側もやろうかな。ちょっと長めにするか、このタイを。よいしょ。にしとくか。よし、こんな感じかな。うん、ちょっとビンビンになったね。ビンビンになったよね。あんまりやりすぎるとポキっていっちゃうって台無しになっちゃうから、今日はこれぐらいにしといてやるわ。よし、大きく育てよう。またビンビンに立ててやるからな。それじゃあ